始まるわね。よっしゃー、フォード活のお時間です。本日3月の20日、新しいイベントが始まりました。仮面の下のマスカレードかな、仮面の下のマスカレードだったような気がするんだけどな。まあメドレー型、いや仮面の下のマスカレード、メドレー型のイベントで、メドレーのあれをすると、あれがあれして、あれをあれがね、なので、まあ頑張っていこうと。今回は、11年お出かけですね。まあ水木さんですよ。マスカレードって言ってる割に、マスカレードがね、今回はメドレーの報酬だったりするからね、プレミアムレアで出てないんだよね。マスカレードのプレミアムレア地味に欲しいんだけどね、まあほぼ手に入れる機会なんかないですよってぐらい、出なさ、狙って出せるもんじゃないからね。というわけで、メドレー型のイベントで、まあメドレーポイントを貯めて7万ポイントかな、今回も貯めれば、プレミアムレア、今月はさくらちゃんね、プレミアムレアをもらえるというわけで、頑張っていきたいところで、ピックアップフォトが欲しいと。出たよ、セクシーオーラアップ5。どういう顔なんだろう、絶唱、絶唱、ぜ、え、絶唱。あ、姫、あいちごちゃん、思い出のピンキー。あれ、これなんか前もこんなの来てた気がする。まあ気のせいか。絶唱ってあれで命燃やすやつでしょ。まあいいや。まあよくわからない方はね、シンフォギアっていうアニメを見てください。はい、11のお出かけいきます。シャイニースターでいきます。ポン、よっしゃ、ピックアップフォト欲しいな。まあでも、まあ、前回前々回のイベントもちゃんと一応クリアしてるから、まあピックアップはねあるんですよね。なのでプレミアムレアがあれば割とがっつりいけるかな。シャッターチャンス、パンパン、赤か、まあ赤でもね、チャンスはあるから行きましょう。ドゥルルルルル、3枚残ったか。下一列がさくらちゃんだからな。上から行きます、ポチッ。お、来たか、いちごちゃん、ありがとう、ありがとう、いちごちゃん、君を待っていた。2枚目、あー、3枚目、あー、来たか、ナーマン。変な声だ、ラーマンって言っちゃったよ。学園マザーですね。思い出のピンキー。マスカレードフェスにこのコーデできたのには理由があるんだ。昔葵とマスカレードの曲ウェイクアップマイミュージックを歌った時にこのコーデでステージに立ったから。マスカレードの素敵な歌声に少しでも近づきたくて背伸びするような気持ちで歌ったのを覚えてるよ。覚えてね。そんなエピソードだったかな。ちょっとあまり覚えてない。マスカレードの振り付けは我らがスターライト学園のダンスコーチベップ先生が作ったの。何度も繰り返しミアと練習したわね。これは当時ファンによく真似された人気あるポーズの一つ。つま先で3回リズムを取る様子が女の子の弾む胸の気持ちを表現してるらしいわ。おお、なるほど、さすがジョニー先生だな。あー、なるほど、 USA、 じゃあドレスアップです。さあドレスアップいきましょうか。あ、受け継いだポーズ、受け継いだポーズってなんだ。さあドレスアップです。ズン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 、ドレスアップ、いいじゃん。はい、じゃあ、学園マザーやべえ、学園マザーやべえぞ、色気が。さすがセクシーだな。さあ行きます、ドレスアップ、よいしょ、うひー、うひー、すごいな、すごいぞこれは。うわ、すっげえこれ、違うアニメから出てきたみたいなもんな。フォト一覧で
ちごちゃんがまずこれね、いちごちゃん見て見て、マスカレードがステージに登場した時のポーズってこんな感じだったよね。え、あなたも一緒にやりたい？それじゃあ私の右側に立って、はい、ポーズ。こうして背中合わせに振り返るとちょっぴり不思議な感じ。私たち心の中で通じ合ってみたね。あー、いいっすね、いいっすね、かわいいな。どうしたの、マスケラ、マスケラマーガレットコーデ、はい、はい、来た。エレガントアピール。ミヤとの練習で生み出したユニットアピールがマスカレードフラワー。私たちは最初から呼吸が合っていて、タイミングを合わせるのにはあまり苦労しなかったの。今夜も久しぶりにステージで立つことになったけれど、きっと大丈夫。ミヤとなら不思議とうまくできる気がするわ。はい、というわけで、じゃあちょっとあれだな、前回できなかったミヤビちゃんをドレスアップさせるか。よし、ここですね。おお、すごい目つきが、なでしこの前。いきまーす、ポチッとな。ボイス聞いてねえなボイス聞くの忘れたわ、悪い。それ困る。ドレスアップ、うわ、すっげえこれ、顔が臨戦態勢だもん。よし、じゃあちょっとみやびちゃんも見ていこうか。みやびちゃんどこ、あがれ、痛い。うう、一定時間パーフェクト判定以上のコンボの得点が30%だった。さすがは歌舞伎の名門の出身、日本舞踊だけでなく三味線もお手の物ということか。さくらさん凛しく華やかな音を奏でている。それならば私はさくらさんの音に舞踊でお応えしてみせよう。大和なでしこの奏でる音と舞、しかと目に焼き付けてくれ。かっこいい。ということはあれなのかな、この今月のさくらちゃんの、プレミアムレアはそういう感じなのかな、三味線弾いてる感じなのかな。あ、ちょっと待って、今回手に入れたフォトのスペシャルアピール見るの忘れたな。ちょっと待って、確認する。ドレスアップしたらもう使えないんだよな、ごめん。というわけで、よいしょ、はい、仮面の下のマスカレード、11のお出かけやっていきました。メドレー頑張ります。それではまた次回、バイバイ。